私は高校生探偵織田信姫。幼馴染で同級生のフラトラと遊園地に遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。しかしツイッターのエゴサーチに夢中になっていた私は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。私はその男に毒薬を飲まされ、目が覚めたらなんとフラトラが生き絶えていた。彼のためにできること、それは黒ずくめの男をこの手で捕まえることだ。というわけで今日は犯人発見への手がかりをつかむために行きつけのバーへやってきたわ。おう、いらっしゃい。久しぶりだね。実は最近遊園地で私の同級生が殺されたの。このバーに黒ずくめの怪しい人物は来てないかしら。黒ずくめ？いや、そんな格好の人は来ちゃいないね。なるほど。前からどうも気になっていたけど、このマスター怪しいわね。店内なのにいつもグラサンをかけている。それじゃあ挙動不審だった人とかはいなかった？いや、そもそもうちの店は最近不人気でお客さんが入らなくてね。このバーもそろそろ閉め時かもしれないな。うちの店は不人気？あ、謎が解けたわ。マスター、あんた今うちの店は不人気でと言ったわよね。だけどこの世に不人気なお店など存在しないわ。その証拠に私の行きつけのファミレスは大勢のお客さんで賑わっています。普通お店っていうのは賑わっているものなの。分かりやすい嘘で塗り固められたその発言、あんたが犯人ね。のさらにあんたはそろそろ締め時かもと言った。これは完全に国外逃亡を図っている証拠。無駄よ、ここで私がとっ捕まえてあげる。観念しなさい。見事な推理だ。そうさ、俺がフラトラに毒を盛ったのさ。だが見たところ頭脳は切れるが身体能力的には並レベルといったところか。俺に盾つくなんざ100年早いんだよ。やっぱりあんたが犯人だったのね。待ちなさい。うおー圧倒的な力の差ってやつを見せつけてやる。くらえ、フラトラの仇。ごきげんよう、ボルトだ。